変身。キャストオフ。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーカブト変身ブレスデラックスザビーゼクターです。はい、これは仮面ライダーカブトの2人目のライダーの仮面ライダーザビーの変身アイテムで、2号ライダーはガタックですけど、カブト以外で一番登場が早かったのはこのザビーなんですよね。序盤の矢車さんが装着してた頃はエリート戦士って感じでかっこよかったんですけど、映り気なザビーゼクターのせいで変身者がコロコロ変わったりとか、鍵山が装着したあたりからちょっとね、かませ役っぽい感じになっちゃいましたよね。でもちゃんとこれ単体でマスクドフォームからライダーフォームの変身必殺技と一通りのサウンドが入ってますし、ブレスレット型の変身アイテムなんですけど、これがまた感触めっちゃ気持ちいいんですよね。ではレビューしましょう。はい、中身はこうなってて、ザビーゼクター本体とベースのブレスレット、それとベルトパーツ。中身のザビーゼクターは展開状態になっておりますが、ここを格納して羽を畳めばいつものザビーゼクターの形状になりますが、音声はこちら側からなるんではなくて、あくまでブレスレット側に依存してて、ブレスレット本体ぐるっと見回すとこうで、ここにセットするベース部分があって、 LED 発光とスピーカーで、横に電源がありますね。で、ベルトパーツはマジックテープになってますから、ちゃんと本編通りゴールドっぽいカラーになってて、こう通して二重になってる部分を真ん中にすれば OK ですね。大人の僕でも問題なく装着することができます。左手に装着してゼクターは右手で持つような形ですね。三島の強引にね、こう掴むアクションとかもかっこよかったけど、矢車さんのね、スーッとこう手に乗せるあの一連の動作とかも好きだった。そしてザビーゼクター本体を詳しく見ると、ぐるっと見回すとこうで、わかりやすく鉢の形状になってて、羽部分がクリアパーツで、ここが押せますね。ここはライダースティングで使う必殺技ボタンで、この状態でどこか稼働する箇所っていうのはありませんね。本編だともっとこう曲がってたりとかして、ちゃんと鉢っぽい形状でしたが、おもちゃ的には形固定ですね。でもちゃんと羽部分にモールドが入ってたり、ここがしましまだったり、頭部部分も鉢の顔になってて、色分け結構細かいですよね。一応変形の関係で動く箇所はこの辺とか、あとは裏側のね、このボタンがブレスレットで押されることで展開するような感じですね。中はこのようにクリアパーツになっております。結構内側までしっかり造形細かいんだよな。こういう出っ張りとかもあるしさ。一応展開状態で見るとこうで、ライダーフォームではこの形状が基本ですね。簡単に元に戻ります。こちら側は CSM ですが、カブトゼクターと比べるとこんな感じで、一回り小型かな。でもどちらもしっかり昆虫感出てますよね。では仮面ライダーザビーに変身しましょう。変身。はい、まずはマスクドフォーム、さらにライダーフォーム。キャストオフ。はい、チェンジ、ワスプで仮面ライダーザビーのライダーフォームに変身完了。これがいつもみんなが見てるザビーのこの姿、おなじみの見た目で、本編通りしっかりゼクターが展開してますね。そしてパーツの回る感触とか展開する感触がすごい良くて、変身の一連の流れがめちゃくちゃ気持ちいいんだよな。で、ボタンを押すと、必殺技、ライダースティング。はい、ここが発光しますね。じゃあもう一度変身しましょう。手順としては、はい、ちゃんと変身解除になりますね。手順としては、セットして、ここにね、パーツ切られてますから、ここの位置に合わせて、セットして、よく見るとね、台座部分にスイッチがいくつかありますからね。置いて、回転で、こうなってますから、まっすぐすると、マスクドフォーム。ここちゃんと発光しますね。
そして羽を展開して、リングに指をはめながら、本編だとここ握りながら回転してましたけど、おもちゃ的にはここ握りながらだとうまく回転しませんから、リングに手を入れて指で回転。はい、これでザビーに変身完了。これが一連の流れですね。変身。キャストオフ。ライダースティング。サウンドとしてはこれで全部なんですけど、ちゃんとダッチャコンが鳴ったりとか、電源オンで、ハオトが鳴ったりとか、ザビゼクターが飛んできた感ありますよね。で、マスクドフォームからキャストオフのサウンド全部入ってますから、コンパクトでありながら、なりきり度結構高いんですよね。これで、ちゃんと、腕にはめるじゃん。来い!ザビゼクターって感じで飛んできて、変身!で、戦うマスクドフォームでね。さらに、キャストオフ。はい、ライダーフォームになって、あれ、変身者によって結構ね、スタイルが違うんですよね。装着状態のザビゼクターの感じはこうで、さらに、ライダースティング。こんな感じ。そして天道に固執しすぎた矢車さんを見限って、待ってくれザビーゼクターパタパタパタと変身解除。こういうこともできますね。やっぱブレスレットにはめてこう回転っていう感触がいいね。ちょっと戦隊アイテム感あるんだけど。あー気持ちいいわ。で、こうね、大きいボタンで変身後にボタンがね、気軽に押せるのがいい。ということで、ザ・ビーゼクター。カブトとかガタックに比べると見た目シンプルめですが、おもちゃとしてはかなり完成度が高いと思います。以上、仮面ライダーザビーの変身アイテムの変身ブレス、デラックス、ザ・ビーゼクターの紹介でした。